はい、皆さんこんばんは、ジムツリージャパンです。今日はですね、ちょっと久しぶりに一人で、動画の方をですね、ご紹介してみようかなと思います。ここ最近はライブがメインで、活動してましたけれども、ちょっと初心に戻ってですね、こういった画像や、映像や画像でですね、またご紹介をしていく回もですね、増やしていこうかなと思います。最近はプレミア公開なども再開しましたので、ライブだけでもなく、プレミア公開だけでなく、そしてこういう動画も入れてですね、いろんなパターンで作品をご紹介していきたいなと思っております。はい、今日はですね、ピアッチャン作品の、3色のジルコンですね、プリンセスカットの3個セットになります。これも何回かライブなのでご紹介はしたことあるんですけれども、改めてこうやって、撮影し直してですね、ピックアップ作品としてですね、ホームページの方にまた掲載し直してみようかなと思ってます。はい、冒頭からもう映像は始まってますけれども、ご覧のように赤系、青系、そしてカラーレスですね、サイズもほぼ同じの3つですので、本当に色を見比べながら、こう輝きを楽しむ、非常に見ていて面白い3個セットになっていると思います。はい、今は各種ライトを当てているところですけれども、 LED や白熱のペンライトですね、面白い色合いになります。そして最後はこれ UV ライトを当ててますけど、カラーレスはですね、若干反応している感じはありますけれども、両サイドの2席に関しては、ちょっとペンライトというか UV ライトをただこう反射しているだけで、そんな蛍光反応という感じではないですね。肉眼でもここまではピンクには見えないと思いますが、若干、カラーレスが蛍光反応するかなっていう感じの、ところですね。はい、その辺を各種ライトで今見ていただいたところですけれども、今度は1個ずつですね、ちょっとご紹介してみたいと思います。はい、まずはこの赤系に見えた分、ジルコンですね、こちらは 0.36、3.5 ミリのプリンセスカットですね。非常に濃いめの、色合いで、手のひらにこうやって乗せるとですね、こういった、ブラウン、オレンジ、ピンク、そんな感じのですね、非常にこう暖色系が詰まった、セピア風のですね、非常にきらめきが綺麗な赤系ジルコンになります。はい、で続いてがカラーレスですね、こちらは 0.33 キャラ、約 3.4 ミリですね、先ほどのよりはほんの一回りだけ小さくなりますが、肉眼ではほぼ同じようなサイズですね。ご覧のように、かなりキラキラ、こうカラフルなですね、ファイヤーも楽しめるタイプになってます。この撮影してた時はちょっと夕方に差し掛かってたので、ほんの少しこう黄色みのある光が、石に映っているような感じがしますが、肉眼ではですね、綺麗な純白のきらめき感じられると思います。はい、本
当にずっと見ていられるような、ピュアな輝きですね。はい、GTJ のメインカッターのピアッチャンですね。こういったカットが本当に得意なのもありますが、見事に仕上げてくれたというようなこの3作品になります。はい、最後がこちらブルー系ですね。非常に濃いブルーという感じではなく、アイスブルー的な感じですかね。カラーレスブルーよりはまあ少し濃い感じはしますが、まあ比較的この淡めなブルーがまたいいきらめきを生んでくれるんで、この虹系のねファイヤーがなんともたまりませんね。今僕も肉眼で実物を見ながらご紹介してますが、はい、部屋の光でもう十分なキラキラ虹色ファイヤー楽しめると思います。まあこの3個に関してはですね、どれもファイヤーが綺麗なので、でまたサイズも揃ってますから、まあ本当に二度の見比べ、というにはもってこいのセットになるかなと思います。こちらは、3個セットですので、単品売りということにはなりませんが、まあ、ぜひ、せっかくなので、ね、この揃った色違いのプリンセスカットをぜひお手元で楽しんでいただけたらなと思って、ピックアップの最初の動画とさせてもらいたいと思います。ホームページの方にピックアップコーナーみたいなカテゴリーをですね、新設して、そちらの方でご紹介していきたいと思ってます。この他ですね、五角形のセット、六角形のセット、あとは4,5,6,7,8 だったかなのセットとかもありますので、またこういったピックアップ動画でご紹介していけたらと思ってますので、また次の動画も楽しみにお待ちいただけたらと思います。はい、それでは今日もご視聴いただいてありがとうございました。またよろしくお願いいたします。以上です。